はい、まずそうですね、トップカテゴリーになる、まあ、いわゆるプロトタイプという形をしていますね。ルマンの24時間レースに参戦している車両が典型的ですけれども、でその下にある、クラス、これが一番ポピュラーなクラスになると思いますけれども、グループ3というクラスがあって、これは現実の世界のモータースポーツの GT3 クラスに、相当します。まあ、レーシングカーとしてはすごく乗りやすい、バランスの取れたあのレーシングカーだと思います。でその下にある、グループ4というクラスが現実世界の GT4 クラスに相当して、これは、GT3 グループ3ほど、車は本格的なレーシングカーではないけれども、そして、まあ、一番、ベーシックなクラスとして、グループ N というクラスがあって、このグループ N というクラスはもうストックコンディションそのままですね、市販車そのままの状態で走るクラス。 This is sport。